安杉山、パリ五輪の出場をあと一歩のところで逃した女子マラソンの加瀬田りか、25歳。名門・名城大をキャプテンとして引っ張り、ダイハツでマラソンと出会った彼女にもトップランナーになるまでの右与曲折があった。五輪選考レースを終えた加世田を訪ね、現在の思いを聞いた。ナンバーウェブインタビュー全3回の最終回。写真、本当に素晴らしい。SNS で反響を呼んだ。 給水ボトル手渡し、実際の写真、女子マラソン、カセダリカ、25歳、の人柄が伝わる名場面写真に、ナンバーフォトグラファーが取り下ろした特別フォト。この記事の写真を見る。名城大学で世代トップクラスに成長すると、自らの希望でダイハツへの入社を叶えた。数多くの勧誘を振り切って、あえて勧誘を受けなかったチームに入部を希望したのは、こんな理由からだという。 一つは、大学の頃からずっと憧れていた細田愛さん、現在はエディオンがいたから。それとやっぱりマラソンが強い。実業団でマラソンをやりたいなって思った時に、思い浮かんだチームがダイハツで、練習を見学したらすごく雰囲気が良かったんです。あとは親戚の前田いろりさんがいたことも大きかったですね。満を持して、実業団チームに加入。だが、入社半年後には、 早くも辞表を出そうかというくらいに追い込まれた。実業団入り前に体重が 7kg 増加ダブルコート。その原因は、卒業を間近に控えた大学4年時に遡る。すべての競技日程を終えたことで気が緩んだのか、走ることをやめて食べたいものを食べたいだけ食べた。すると、体重が 7kg も増えていた。結構太って入ったこともあって、 前半は頑張ったんですけど、夏に全然走れなくなったんです。それで大学の恩師にも辞めたいって伝えたり。でも、今振り返ったら、うまくいかないのは周りの環境のせいとか、練習が合わないとか、自分が頑張れていないのを見ようとしていなかった。私、結構定期的にメンタルが弱くなるんですけど、この時もまさにそうでした。秋の駅伝シーズンに入っても結果を残せずどん底にいた頃、 コーチからあるる打診を受けるマラソンを走ってみないか気持ちをリセットしたかった加世田にとって渡りに船と言える一言だった。